こんにちは、こんばんは、おはようございます。アラフィフでございます。マインクラフトの続きをやっていきたいと思います。前回からですね、裏でちょこちょこと、プレイしております。それとね、あと、これの前にも一回、前も同じようなことがあったんですが、収録をしてましたが、これまたあまりに見どころがなく、ダラダラとしとるだけだったんで、まあその分はちょっと動画としては、まあまあまあ、前回のところ時以上にですね、見どころがないひどいものになりましたんで、それはもう潔く流さない、あげないということにしてあります。でまあ今回に至っておりますね。で前回その時何してたかと言いますとですね、まあちゃうこうやね、これですね、ここの地図なんですけども、くるりと一回りしてきました。後の方はまだ全然ね埋められてはいないんですが、ここだけとにかくちょっと一回り、真ん中ズボンと空いておりますが、真ん中行けとりませんのですが、まあ、とにかく周りだけでも回ってこようということで回ってました。そうすると全くと言っていいほど ただ単に環境ビデオみたいな形になってしまいまして、私がだらだらと取り留めもなく喋ってるだけという、何や戦いも何もなくというような、何してるこっちゃかわからへんような、動画になりましたんで、まあ、それでそれはもう潔くもう没ということにしました。というわけで今回何をやっていこうかということなんですが、もう前のね、向こうの方の警告、この方向に警告がありましたけども、警告はちょっととりあえず置いといて、村の方に行ってみたいと思います。実はですね、村の方も僕ではなく神さんが協力してくれましてね、敵に襲われないようにということでですね、ゾンビとかがね襲撃しますんでね、それに襲われないようにということで周りに柵を立ててくれました。結構手間のかかる作業でね、僕苦手なんですけど、これやるの、苦手なやつは私がやるわということでですね、神さんがやってくれました。これ非常にありがたい話でね。で安全になったということで、この村の多分下まで続いてると思うんですが、この近所に洞窟がございます。そこに今回はちょっと入ってみようかななんて思っております。その前にと、地図が欲しいかな。ですね、そしたら、あ、地図ね、ここの地図はあるんですけども、ここの地図じゃなくて、今手持ちの地図ね、これね、これ隣のマップなんで、これ役に立たんのですわ。ここもう一つ、こう見てもらうと分かりますけど、場所が分かるかな、分かりにくい、一番、マップの左下のところに白い点になってます。これ要するにマップ外ということなんでね、ここのマップを作らないといけないですね。でそれをやろうかなと、まずそれがあった方が分かりやすいんでね、できました。これね、今の位置ここですんでね、よっしゃ、この地図はいる、というわけでですね、このマップを片手に
これひょっとしてもう一回もう一枚いるかもわからんな。こっちまで行ったら、あ、マップ外に出てしまった。これをもう一枚作れということかよ。はい、もう一枚作ります。こうやね。まあまあしゃあないでしょう。はい、ここですな。これで、まあ適当にこれで潰したいね。 OK。 というわけでこの近所に確かねダンジョンがあるのはあるんです。そこに行ってみようと思っとるんですが、場所がわからないという、ちょっと暮れてきたね。おいでね、まあ、それはそれでいいんですがね。どこやったっけな、入り口が。以前に行ったっきりで忘れとるんですが、暮れそうやな。これはもうまたとりあえず休むきゃね。おいおい、オッケー。んだらどこじゃ。中に穴があったはずなんですけども、こっちはちゃうよな。狼はあまり近所にいるとどついてしまうんで困ってまいりますんでね。あ、鳥やな。これ鳥もね養殖したいですね。まあなんでかっつうと、羽ね、羽をいただきたい、羽をいただいて矢を作りたい。本当はね、助さんスポーンとかがねあるとよかったんですが、ちょっとまあその助さんスポーンが今のところ見つかっていないんで、今回ねこの辺のちょっとした探索で助さん戻っている。こうか、こっち行った方が。スケさんスポーンがねあればすごくありがたいんですが、出てきたけどもこっちかな、なんかありそうちゃうな。近辺どこやったかな、空いてたな。全然忘れてしまってるもんね。あ、この辺かな。これは石切り場か。空いてはいるけどもダンジョンではない。ダンジョンではないですね。この辺を探索してなんか良さそうなダンジョンがあれば潜ってみたいなということなんですね。要はね、この辺はもうすぐ冬のバイオームが近いのか。すごい切り立ってる、怖いな。あそこが空いてるな、なんか知らんけど。あんな方まで行くか。あれマップもう一個上になるんちゃうかな、下手し。クトカンタカンね。よし。この辺はちょっとまあ回ってみましょうかな。
まあ潜れるとこも多分あるでしょう。まあ村整備の際に多少男女が埋まってしもたかも分かりませんのでね、今度神さんに聞いておきますが。この辺はもう冬のバイオーム、頭皮の木がいっぱい。ないな、なんか良さそうなとこね。あっちに行ってみるか。もうしゃあないな。はい。方向転換。でまあボツにしたという前回回ってた、マップ、自分のお家のあるマップです。あれの方を回ってたらね、村が実はもう一軒というかもう一つありました。まあそこの方の整備もまあ神さんがしてくれたわけですが、まあ村整備結構好きなんでね、いずれまあお見せしたいなとは思います。こっちがええんかな。ここにコアあるね。いっぺんここで潜ってみようか。見たらね、そうしたらまず場所を、まあこの辺高いからなね、山高いからね、あんまり低いその何場所を示すマーカータワーを立てて。いきなりやね。まあいいかもしんない。じゃあこの辺でマーカータワーを建てちゃおうか。しなへんやろ。そしたら。高ければわかるでしょうね。水は後で取ってくるとして、よっしゃ。おー、まあまあちゃんとね、それ取ったらええんですけど、私下手くそなんで。うわ、こんなになってしまったか。これはまずいか。どっかでせき止めとこうか。よし、どっかでせき止めなしゃあないね。これぐらいにしといたらええやろ。 OK、 とりあえずいけてるね。えらい地形を変えてしもたけど、まあいいや。なあ、まあ行きましょうか。あ、そうか、まあ調達したらええけども、ちゃう、こうか。松明、
ね。じゃあ松明、あれ案外狭い、あそうでもないか、あよしよしちょうど軽く石炭はほっといて、先ほどゾンビの声が聞こえてましたしね、多分ゾンビはいてるでしょう。要は望みはスケさんスポーンが欲しい。スケさんスポーンを見つけてアイテムトラップ、アイテムトラップというかアイテム回収装置というかね、アイテムタワーを作りたいということです。よし、怪しいね。石炭はたくさんあるね。あるある。この辺はもう現地調達ということでね、木はそこそこ持ってきておりますんで、あとは適当に材木使って。棒を作ってやっときゃいいっしょ。だいぶ前に死んでからだいぶなんとか生きておるもんで、あのおかげでレベルが31になってますね。これでね、本当はあのエンチャントなんていうのもしたいんですけど、まあまあそれはもうちょっとということですな。先あるんかな、案外浅いか。浅いかな。ただ下がこれはありそうか。なんかややこしいところにつながりそうな気もする。この砂利があるところじゃ結構ややこしいつながりが出そうなんですけどね。これは浅いかな。でもこうやったら向こうの方がいいんかな。ここまでやな、ここはな。ここ向こうに砂利がいっぱいあるとこがあったよね。ここか。あいた。ああ、スケさん登場。オッケー。びっくりした。夜か。あ、夜だな。って。よし。この辺で。よし。寝られてしまうところがありがたい。そうや、水汲んでくるの忘れてるな。まあいいけど、とりあえずこの辺なんか怪しさやね。ありそうな雰囲気やけどね。
てそうやな。どうやろうな。開いてないかな。上が開いてるだけか。あ、鉄や。よし。お、結構あるな。まあとにかくやりたいことはたくさんあるんですが、まあ、順番にこなしていかんとね。ここか。あ、ここはさっき掘ったとこや。ちゃうちゃう、石炭掘った。あった、あ、掘ったんか。おーおお、危ねえわ。死にかけやがね。ここ、こんなもんか。いまいちやな。あれ、こっちか。こっちや。開いてました。どの辺なん。ああ、反対の方かい。ここやな。ここやな。これまたえげつない開き方になってる。警告やな。ちょっとほな水調達しとこう。あ、こっちにも開いてるやんか。これやね。これは水か。入りどころがなかなか難しいっちゅうか。ここ。ここやな。やっぱりここからしか入る。こっかは、この向こうどうなってんのかね。回ってみよう。じゃあね。どうなってんの。ここか。ここやな。こんなとこか。オッケー。いや、怖いわ。して一辺ほな水流で降りていこうか。これでいいかな。これで降りてったらええかな。ナムさん、オッケーオッケー、降りてきた。よっしゃ。これ登っていける？登れるな。一応は。怖いな。帰れるんかな。空気が。空気が。あ、いけるね。よっしゃ。オッケーオッケー。これで降りよう。オッケー。死ぬわけには。オッケー。な、ちょっとこれで掘り掘りしながら。あ、いた。
怖っ。この水流がややこしい。ゾンビーフなんかいらねえ。これでいいかな。まあこれでいいでしょうね。鉄。取った。ここにもあるけど結構あるな。しゃ、まだある。よっしゃ、ほいっと、この辺ちょっとまあ明るくしといて、すごいな。よし、ちょっとややこしいから、水流もね壊したくないんでね。これは一体つながってはいるのかな。ここではないのか、これ。渓谷か、一応は。渓谷ではね、えらい狭い、ちっちゃい渓谷と、いや渓谷か。下の方にはあんまりつながってないのかな、これ。わかんないね。まあ今回は鉄掘りになってしまってますな。ところで鎧の状況は大丈夫やね。あ、間違った。まあこれやってるの北米版のマインクラフトなんで、ボタン配置が、ちょっとね違うんです。多分日本版は決定ボタンが丸で、キャンセルボタンが×になると思うんですけど、北米版は逆になってますんでね、×でだいたい決定なん でキャンセルの方が丸ボタンという構成になってますんでね。どうしても慣れの問題ですけど、ちょっとややこしいですね。登ったはええけどもやな。なんかあるわけでもなさげ。よし、困ったもんね。あ、落ちる落ちる。登らしてくれ。登らしてくれ。
登ってるのかよくわからん。登ってるな一応。バンヤバンヤ。よし、おいおい大丈夫かな。あ、いけたいけた。アクア。まあという感じですな。今回の冒険はなかなかうまくいきませんでしたね。まあ次回は、まあ、もっと潜りたい他のダンジョンもございます。本当は村の近所にあったはずなんやけどね。もうちょっとその辺確認せんとあかんですな。その辺きっちり確認してからまた挑んでみたいと思いますね。でもう一つの方の村、一回また紹介させてもらおうと思いますけども、そっちの村はちょっと大変なことになってます。こんな穏やかな感じの村ではございません。あれは全く下が全く空洞ですね。あっこは多分、あっここそは。ただちょっとね離れてますんでね、その点が地下ね空いてそうだ。空いてないかな。まあいいや、まあ、とにかくこれ上に来てる。あんなとこ登ってるね羊が。まあまあそういうことにしましょう。次回、新しい方の村を紹介いたしましょうか。そうすると多分かなりの地下がありますんで、そこを拠点に、地下を探索していけますんでね。この辺を見たのかな。はい、ということで、今回はまあこれぐらいということになりますが、次回はもう新しい村を一回行ってみます。そこで、深い地下にもう一回挑んでみようかなと思います。そうなるとちょっとしばらくここからは、離れることにはなりますけどね。はい、そういうわけでどうもご視聴ありがとうございました。またよろしかったら次回もお願いします。失礼します。バイバイ。